今日は5月21日なのですね。今日は何の日かというと、別に特に大した何の日でもないんですけど、実は6月2日にひなの誕生日なんですよね。毎年なんか買ってあげてるわけじゃないんだけど一応2週間前っていうことなので、こう2週間もないか、やばい、1週間ちょいぐらいあるので、結構私ネットで買い物する人間だから、こう今のうちに買っといた方がいいかなって。本当だったらネットでなんか買って、それを住所に届けたいんだけど、住所わからないから今更聞いたらなんか怪しまれるし、なんかね、サプライズの方がいいじゃん、やっぱり。多分ね。で、ひなは進撃の巨人が好きだから、進撃の巨人関連の何かを買ってあげたいと思うんだよね。進撃の巨人の中でもリヴァイ兵長が一番好きみたいだから、それ関連の何かを買えたらいいんだけど、どうしたらいいんだろう。 Amazon で見てるけど何にもないんだよね進撃の巨人アニメートとかも行けばいいのかなと思うんだけど、アニメート行くのめんどくさい。あれもう行けって話なんだね、多分。外出ろって話なんだろうな。めんどくさいな。 Amazon 一番簡単だから検索しちゃったんだけど、漫画全部揃えてるらしいし、アニメ別に DVD ね。星2ってやばくない？773件で星2はやばいでしょ。最後まで読んでないんだけど、なんとなくネタバレで察した、なんとなくこういう話なんだろうなっていうのを察した、分かっちゃった。で、何を買ってあげよう。でもリヴァイ関連が絶対いいよな。アニメと何やねこれ。で、これアニメートなんだけど、アニメートだったらもう少し何かしらあるんじゃないかなって思ったんだけど、あった。あー、いいねいいねいいね。リヴァイいっぱいいるわ。リヴァイしかいないわぐらい。あ、これかっこよくない？え、すっごいイケメンなんだけど。アイス、いいねこれ。あ、これいいねこれいいね、安いあ、ダメだ、無理だ、きつい、発売してないわ。でも今度いつ会うか分かんないからさ、別にいいかな。あー、期間中進撃の巨人関連の書籍、キャラクターグッズ、 CD、 DVD、 ブブブブブブ、ご購入、ご予約、3000円以上だと、このオリジナルクリアカバー、クリアブックカバーだって。これでいこうよ。アニメートで3000円以上買おう。ということで、6月9日にアニメートに行ってきました。イエーイ。アニメートって聞けば一応ね、無料のラッピングしてもらえるからありがたいんだけど、ダサいんだよななんかダサいんだけど、まあまあいいやと思って。リボンも、いろんな色を選べたんだけど、リヴァイ関連のグッズを買ったから、いや緑一緒と思って、緑くださいって言いました。さあ、私は一体何を買ったのでしょうか。いやー、ちゃんと特典ももらったよ。ちゃんと言ったもん。お姉さんもなんか忘れそうな感じだったんだけど、お会計の時ちゃんと、これ特典ありますよねって言って、ありますって言って焦ったよね特典入ってなかったらマジ、この時に買った意味がなくなっちゃう。私のカゴの中はもう、まあリヴァイ関連グッズだらけで、ちょっとね、ちょっと恥ずかしかったしかもずっと私だけ進撃の巨人のセクションに、コーナーにいて、いろんなリヴァイのグッズを拾っては置いては、拾っては置いてはしてたから、通ってった人多分、あ、リヴァイ好きなんだなって思われてたんだろうなって思ってた。さあ、どいてあげよう。おはようございます。もう結構もう6月の後半になってしまったのですが、どうやってひなに渡そうかなっていろいろ考えた上で、他の動画を撮るついでにあげようかなってことになったので、本来はサプライズみたいな形であげたかったんだけど、多分ね、サプライズはきついんじゃないかなと思う。まあ普通にカバンから突然取り出して、はいっていうのもありかなと思うな。行ってきます。ちょっと遅いんだけど、これあるんだよね。ハッピーバースデー。ありがとう。
見えてる。めっちゃ嬉しい。てか結構大きいんだけど。めっちゃ楽しみ。待って、ちょっと見えちゃったかもしれない。漫画カバー。Yes. でもいいシーンばっかりじゃん。なんか入れよう。でもこうやって飾ってね。そうそう。これは今日の天気と合うんじゃないかなと思います。それはもう、うん、でも運なんだよね。わかんない。I don't know which one's in it。 じゃあ先にエイプ見て。いや、私の反応聞いても、あー、わ、わかんない。中に入ってる？この表紙にある？この3つは？え、乗ってないんだけど。乗ってないの？え、めっちゃかっこいい。私は目を割る。え、ってことは一番特別じゃない？え、かま。よかったよかった。